ということで、早速ですけれども、今日のご登壇いただくお二方に登場していただこうと思います。津南町町長の桑原遥様と、大地の芸術祭こへび隊 NPO 法人越後妻里山共同機構理事の玉木由紀子さんです。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。桑原さん、こんにちは。玉木さん、こんにちは。よろしくお願いいたします。すごい。今日お二人はどちらからご参加いただいているんでしょう、桑原さん。私は津南町からです。津南町の場所はどこですか、津南町の。津南町役場の町長室です。おっと、町役場から。今は新型コロナウイルスの対応もありますので、慌ただしくしています。休みなくね、なかなかやってらっしゃると思いますけど、そんな中、今日はありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。玉木さんはちなみに今日どちらからご参加いただいてますでしょうか。はい、私は普段新潟市内に住んでおりますので、今日は新潟市内からですね、リモートのおかげで参加させていただいております。ありがとうございます。まあね、今日は市民代表みたいなお立場で来ていただいてますが、実際はね、言っていいんでしょうかね、新潟県庁の職員でいらっしゃるというね、言っちゃいましたけどね。はい、大変お世話になってます。いろいろお世話になっています。別文脈ですね、それきっとね。調整運営の中でね、県の皆さんとの連携も大事ですからね。はい、あらかじめちょっと今日ご紹介しておきたいのは、私桑原さんは前から活躍ご存じ上げていたんですが、玉木さんはこの里山推進コンソーシアムのアドバイザーでもある、茂谷康介さんというですね方からご紹介をいただきまして、で今日、こういうことやりますよってお礼のご報告と合わせて、ご紹介いただいたお礼のご報告と合わせて、メールをしたらですね、じゃあ私も参加しますって来てですね、今きっと見てますんで、茂谷さん、はい、はい、玉木さん、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、で今日のテーマ、行政と市民の連携という話と女性活躍という、2つの大きなテーマでですね、お話しいただきたいなと思ってるんですが、まずは第一の芸術祭の概要とか、ちょっとね、皆さん裏話とかも聞きたがってると思うので、そういったことも含めて、お話しいただくのがいいかなというふうに思ってます。で桑原さんは2000年のスタートの時にはまだ中学生だったというお話なので、まず玉木さん中2年生です。すごい自分のことが大好きな時ですね、中2。はい、そんな中なので、まずは玉木さんの方からどんな感じでこの芸術祭、玉木さんがご自身が関わってこられたのかという目線でご紹介を5分